フィリップ・フランソワ・マリード・オートクロークは、フランスの軍人。一般には、レジスタンス時代の変名、ジャック・フィリップ・ル・クレールで知られている。通常は、フィリップ・ル・クレールド・オートクロークと表記されることが多い。第二次世界大戦中に自由フランス軍、第二機構士団を率いて、ノルマンディ上陸作戦に参加し、パリ入場を果たしたことで知られる。1902年来フランス。 ピカルディ地方にある、バロサンレオナールの貴族の家に生まれた。現在のアミアン近郊村無犬である。父アドリアンド・オートクローク伯爵、母ロマーノ伯アルノー・ジョセフ,フ・ファン・デアクルーズ・ド・ワジエの、娘マリー・テレーゼ・ファン・デアクルーズ・ド・ジエの、ファン・デアクルーズ・ド・ジエの一夫。オートクローク家は、アルトアを発祥とし、800年以上続く名家である。フィリップの名は1635年に、 クロアチア人との戦いで戦死した先祖の名より、つけられた。父アドリアンの兄と弟は、騎兵将校でいずれも第一次世界大戦で戦死、またアドリアンも騎兵連隊のラッパ氏として活躍した。こうしたことから、フィリップも騎兵への道を志すようになる。小学校卒業後、アミアンにある、イエズス会系私立エコールドラ・プロビダンスのコレージュ、ベルサイユの名門リセ。 サントジュヌビエーブを経て、1922年、サンシール陸軍士官学校に入学。騎兵将校となった。第一次世界大戦後の戦艦期には、第五強行騎兵連隊府として、ルール占領に伴い、ドイツのトリリアに進駐した。しかしフィリップにとってこの任務は好ましいものではなく、間もなく、植民地部隊への移動を志願した。フィリップは、 第三次リーフ戦争の続くモロッコは、タザの第八強行期平連大夫となる。なお、フィリップの兄がガーガン男爵家の娘と結婚したことから、オートクローク家とガーガン家は家族ぐるみの付き合いがあり、その縁で1925年8月10日、兄嫁の妹テレーゼド・ガーガンとルーアンのセージャンヌザルク教会にて結婚式を挙げ、6人の子を設けた。1927年、 ネクネスのダル、エルベーダ士官学校教官となる。この時、後に、フィリップの下で、戦車大使機関として共闘することになるポールド、ラングラード隊と出会う。1929年、グミエ式官となり、アトラス山脈の反乱部族との戦闘を経験した。この時、2体の牙を倒す戦功を挙げる。その後ラバトのアフリカ第5強行機兵連隊の予備、 部隊指揮官を経て内地に帰還、サンシール陸軍士官学校の教官となる。しかし、再度前線での勤務を望み、1933年、夏季休暇でアフリカへ飛ぶと、アンリジロー少将の下を訪れ転属を申し入れた。フィリップは、組エ部隊の連絡将校となり、強国での戦闘に貢献。これにより、海外総軍従軍十字章を受賞した。 こうした功績にもかかわらず、モロッコ植民地部隊司令官、アントワーヌ・ユレ中将は、彼の存在を疎ましく思い、その昇進を渋っていた。しかし彼の昇進を望む声は、次第に高まり、1934年12月に、ようやく退位となった。実に、注意昇進から8年後のことである。もっとも、フィリップに限った話ではなく戦艦機の、フランス軍士官、特に騎兵は、 全体的に昇進が遅れており、彼の同期では1936年にやっと単位になった人物もいた。1938年、高等戦争学校に入学。1939年に第二次世界大戦が勃発した時は第四不評師団の参謀だった。1940年、ベルギーに侵攻したドイツ軍を迎撃するため、進撃したが押し戻され。 リール付近で負傷した。近隣の病院に収容されていたため、ナチスドイツのフランス侵攻で、ドイツ軍の捕虜となることを免れ、首都パリに戻ったところ、退独レジスタンスを呼びかける、ドゴール将軍のラジオ放送を聞いた。このため、自由フランス参加を決意し、ボルドに避難していた祭司と会った後、中立国のスペイン、ポルトガル経由で、同盟国イギリスの首都ロンドンに入った。 この時、フランスに残留した家族をかばってルクレールと、変名したものである。ロンドンで、ドゴール将軍と面会した後、熱帯アフリカとチャドの陳部を命じられ、任務に成功。1940年11月に、チャド軍司令官となった。1941年、チャドから出撃して、イタリア領リビア南部のオアシス都市、クーフラ占領に成功し、同年8月に、 少々心得を拝命した。1942年12月、3000人のチャド軍を率いてリビアに侵攻。1943年1月にトリポリを占領してエジプトから来た英軍と合流した。英軍総司令官バーナード・モント・ゴメリー元帥の指揮下の第8軍に編入され、北アフリカ戦線最後の戦いであるチュニジア侵攻作戦に参加。 同年5月には中将に昇進した。北アフリカ戦線の終結後、モロッコで、フランス人とチャド人混合の自由フランス軍、第2師団を編成。しかし1943年6月、ドゴールの命令により、アメリカ式気候師団への再編成がなされ、自由フランス軍、第2気候師団となった。なおこの時、チャド人兵士たちはチャド交信連隊へと抽出され、現在に至る。 1944年4月、イギリスのヨークシャーにて、ポーランド軍の第一機講師団と共に訓練を実施した。ルクレールらは、ビバリーの保山団釈艇を司令部とした。1944年8月1日、ジョージ・パットン中将率いるアメリカ陸軍第三軍令下の第14軍団と共に、ノルマンディのユタビージに上陸した。 パットン中将と軍団長のウェドエイド H ハイスリップ。少将は共にフランス語が流暢だったため作戦は順調に行われた。その後、ファレーズポケットに参加。詳細は、パリの解放参照パリ中トン独軍司令官、コルティッツ将軍が降伏前にパリを破壊するという情報があったため、ドゴール将軍とアイゼンハワー元帥が会見して、ルクレール将軍率いる第二機構次第が、 電撃的にパリに入場することになった。同年8月23日、第2機構士団のレーモンド・ディオン・ス大尉の戦車がパリ一番乗りに成功し、翌日ルクレールはコロティッツとモンパルナス駅で会見し、パリの無欠引き渡しに成功した。第2機構士団はさらに1944年11月23日、ストラスブール解放に成功。ストラスブールには、 現在、ルクレール将軍の銅像が立っている。日本の幸福文書に署名する、ルクレール1945年8月18日、太平洋地域仏軍司令官に任命された、ルクレール将軍は9月2日、東京湾の米戦艦、ミズーリ艦上で行われた、日本の幸福文書調印式に、フランス軍代表として参列している。その後、フランス領インドシナのサイゴンに入り、 高知シナを平定した後、1946年3月、第2機構士団を率いて、ハイフォンに上陸、ハノイへ進駐した。当時のベトナムは、日本軍降伏後、ホーチミン率いるベトミンが実権を掌握したが、フランス軍の復帰によって農村部に撤退することになる。この時、ルクレール将軍は、フランスの植民地のベトナムでは、独立勢力を圧殺し、 殺戮者ルクレールとあだなされた。1946年7月18日来たアフリカ総監に任命されて認知に赴いたが、1947年11月、飛行機墜落事故のためアルジェリアで死亡した。意外はパリのホテルでザンバリット地下聖堂に埋葬された。1952年8月23日には第二気候師団のパリ解放を記念し、 フランス元帥の称号が贈られている。レジオンドヌール勲章グランクロは、解放勲章軍事記念章八シュロヨーツケ1939年、内九百四十五年従軍十字章にシュロヨーツケ海外総軍従軍十字章バラ賞譜、レジスタイス記念章亡命記念章モロッコ、フェザーン、クフラット、リポリタニア、チュニジア、極東章付け植民地記念章戦勝章自由、 フランス志願兵役記念賞1939年、内市1945年、従軍記念賞バス勲章コンパニオンイギリスこと、高勲章、イギリスシルバースターアメリカ合衆国ブロンズスター、メダルアメリカ合衆国レジオンオブ、メリットコマンダーアメリカ合衆国シ君部隊大賞、アメリカ合衆国シュロヨーツケオーカン勲章グランド、オフィサーベルギー従軍十字賞ベルギー従軍十字賞、ベルギー従軍十字章 ルクセンブルク博洋館、勲章グランドクロスルクセンブルクビルッチ、ミリタリ勲章コマンダーポーランド1939年、内視1945年、従軍十字章、チェコスロバキア三等ジロシシ軍事勲章チェコスロバキア一等、従軍十字章ギリシャ王国栄光勲章アラウィー朝、勲章グランドクロスカンボジア王室勲章グランド、クロスフランス領インドシナ連邦100番章ジロ、 三階仏長勲章グランドクロスフランス領、インドシナ連邦後年のエマニュエル・マクロン、大統領も同行出身者。現在グランゼコール入学率が高い私立校で知られている。グランゼコール準備級も参照。1992年まで士官学校内に存在した高級商工、参謀養成コース。現在は戦争学校という名で軍事学校の中にある。 その多くは、モロッコ人ラクダ部隊だった。参考、チャドセネガル狙撃連隊。ありがとうございます。